皆さんこんにちは。薬師如来御利益カフェ番外編の時間です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか、ね、だんだん寒くなって秋も深まってまいりました。物価高が続いてね、買い物行くのも大変ですね、本当にね。はい、そんな時はですね、薬師如来御利益カフェを聞いていただいて、ホッとしていただくということで、今日はですね、1969年に、日本で、ヒットしたですね、まあ、歌謡曲を歌ってみたいと思います。友達からね、リクエストあった曲を今練習してるんですけどね、それはね、たまたま1969年の作品だったんですよ。で、あれ ?1969 年って他にもなんかいい曲なかったかなと思ったらね、いろいろありまして。でね、まあ、今から1曲目ね、1969年女性ヒットパレ、ヒットメドレー、パレードちゃうわ。メドレーっていうのをやるんですけどね。今日、歌、人形の家、広田美恵子。恋の奴隷、奥村千代、いいじゃないの幸せならば、相良直美、時には母のない子のように、カルメン・マキ、夜明けのスキャット、ゆきさおり、ということで歌うんですけどね、なんかね、暗い歌が多いんですね。この他にもですね、この1969年、ブルーライト横浜とかね、恋の季節、禁じられた恋、池袋の女、長崎ブルース、涙の季節、知らなかったの七色の幸せ、初恋の人、愛の化石、雲に乗りたい、365歩のマーチ、悲しみは駆け足でやってくる、夕月、あなたの心に、今日からあなたと、とかね、いろいろヒット曲がたくさんあります。洋楽ではね、悲しき天使とかね、雨、マンチェスターとリバープール、ロミオとジュリエットなどが流行りました。はい、それでは気を取り直して、1969年女性ヒットメドレー。顔も見たくないほどあなたに嫌われるなんて、とても信じられない。愛が消えた今も誇りにまみれた人形みたい。愛されて私はあなたに命を預けた。あなたと会ったその日から恋の奴隷になりました。あの時あの
ありがとうございました。1969年女性ヒットメドレーっていうのをお送りしました。はい。